この辺に心霊スポットがあるらしいんですよ。なんとかの洋館っていう女性の霊が映るだとか。あ、これだ、あった、これですね。あの牛糞とバフンの匂いがすげえするんだけど、ちょうどねここにあの洋館があったみたいで、あの臭いな、日中やからここに普通に来れるけど、この山に洋館があったらしくて、今はもう取り壊されてないみたいなんですけど、この奥の方に、どうやら建物があったみたいでして、写真を撮ると女性の顔が映るだとかいろんなこと言われてますし、あと中からものすごい物音がするだとか言われてます。そういう場所です。今も建物ないんでこんな感じですね。そこ見てもらったら分かるようにスイッチがあるんですよね。多分まあこう電気が通ってた頃のスイッチだと思うんですけど、インターホンじゃなさそうな感じがします。それぐらいか。はあ、でも建物ないとこ行っても建物あるな。ありますね、建物。建物あるな。やっぱりね、現地に来ないと正しい情報わからんですね。ネット情報ではもう建物はないってなったんですけど、よくよく見たらまだ骨組みが残ってますね。中には入りませんので、この辺で失礼しようと思います。では次に参ります。あそこにもね、立ち入り禁止って書いてあるんですよね。多分上からも行けるんでしょうね。